赤城、今晩会ってくれると聞いてここに来るまでいろいろと調べてきたんだ。 Hey everyone, welcome back to Azure Doing This Way. Last time we have finished the chapter and 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 we have質問をさせていただこう。どうぞ。こちらも答えるために来たの。まず一つ目だ。どうやって私の連絡先を知った？それ、わざわざ今ここで質問をすることかしら。さすがだな、赤に。私の連絡先程度知っていたのだな。くらいで流してもらうことじゃなくて。で、どうやって知ったんだ？ そんなに知りたいのか。なら答えるわよ。緊急でエンタープライズさんに連絡を取る必要があります。彼女の連絡先を教えていただけないでしょうか。そう言って頼んだのよ。ヨークタウンさんに。ヨークタウン姉さん。他ならぬ赤城相手だからいいわ。その連絡先、みだりに人には教えないでくれよ。当たり前でしょ。無敵の女が個人情報の漏洩は気にするのか。私だけでなく、もし仲間のことまで全部握られていたりしたら恐ろしいじゃないか。疑問を持つのはもっともだろう。そうね、安心して。プライバシーにはうるさいから。私で、他にもっと大事なことを聞かなくてはいけないのではなくて。まだ若干気になるが、正直その通りだな。では待って、質問は3回までね。あと2回以内にしてちょうだい。そろそろ本題に入らせていただく。ええ、早くして。キューブとは何だ。獣王のものではないのだろう。それ、一度に二つの質問をしているようだけど、特別に許してあげるわ。はい、ご指摘の通りよ。全く未知のものであり、キューブが何かはわからないから、この合同大演習を使って集めているのよ。考えたな。一石二鳥というわけだ。そう、演習にかこつけて皆様に集めていただいているわけ。黙っていたことが不快であればごめんあそばせ。不快ではないが、わざわざこのような手段を取っていることがこちらとしては大いに気になるわけだ。キューブが獣王のものでないなら疑問が浮かぶ。少なくともキューブのある位置については正確に把握し、その上で連日の演習を開いていることになるわけだが、ここ数ヶ月前まで獣王がキューブの情報を得て調べているような兆候は一切なかった。ああ、心配しないでくれ。この件についてはこれ以上赤城に質問をする気はないんだ。すでに確信があるから。独り言を続けさせてくれればそれでいい。ほう、ではその独り言勝手に聞かせてもらうの。ありがたい。合同大演習開催の1週間くらい前になるのか。こんな号外が獣王内で配られていたんだな。読み上げると、セイレーンと交戦を行い、相手の出花をくじき、見事勝利に導いた戦艦と駆逐艦、獣王の未来を担う新コンビ、次世代のエース、駿河と島風、ここにあり。思ったより入手は難しくなかった。何しろ獣王内で大々的に配られたものだったようだから、
友人に聞き回ればあっさり手に入ったぞ。現物を入手したのか。取り締まってもいないけど大したものね。どうやら我々やロイヤル鉄血が知らぬ間に島風と駿河がゼイレーン応戦まで行っている。二人が無事で本当に何よりだ。そしてその後に合同大演習でキューブ集めを実施と来た。これらに因果関係がないと思う方がおかしいだろう。キューブはセイレーンとの交戦の結果おそらく偶発的にもたらされたもの。それが何らかの理由で流出であれば慌てて回収が必要なことにも納得がいく。そもそもセイレーン戦を律儀に各陣営へ報告してしまっていたら島風と駿河は重要参考人として長期拘束されていただろうしな。若い二人を守るための手段でもあったと。喋りすぎてしまったかい。いえいえ、つくづくあなたは軍人より刑事か探偵の方が似合うと思いまして。天城姉様が生きていればさぞお会いしたくなるのでしょうに。なかなか笑える冗談だな。さてでは最後の質問をさせていただこう。何なりと。赤城、平和についてはどう考える？驚いた。いきなり哲学の質問になったわね。大事なことだ、聞かせてほしい。この合同大演習のように全ての陣営が手を取り合いこれまで以上に親密になることよ。それが私の願う平和で、天城姉様から託された最後の思いよ。素晴らしい。心から同意をする。そう考えているなら安心だ。天城さんのことは残念だったな。よして、昔のことよ。赤城のやり方、一個人としては理解をする。だがロイヤル、特に鉄血への対応は今後も重々気をつけてくれ。すでに釘は刺しておいたが。さてすっかり長くなってしまった。あえて話せて嬉しかったよ赤城。ええ、私もとっても。加賀もどうせ近くにいるんだろう。見張りご苦労様。それでは失礼する。やれやれ、グレイゴーストは相変わらずそこが見えん。私の存在はバレていたようだが、わざわざあれの見送りは必要ないよな姉様。ええ、大丈夫でしょ。夜も遅いわ。私たちも休むとしましょう。あ、明日はいよいよ鉄血との演習か。何事もなければよいが。ラフィーさんとはもう少し長く戦いたかったですよ。キューブを集めるのは楽しいけど面倒。それに戦ってる時もキューブはすごく邪魔。そうそう、模擬弾を使っていることも相まって本気がちっとも出せません。練習としてはこれ以上ないくらいよくできていることになるけどね。確かに言われてみれば、島風が本来戦艦の方に真正面から戦うなんて無理ですものね。なるほど、バランスはうまく取れているような気がいたします。ラフィー、今度リミッター解除する？ちょ、勝てそうにないから結構です。で、鶴香殿。あれ、体調が悪そう。さて、縁も
け縄だけど、もうそろそろ日付が変わっちゃうぞ。鉄血との練習が明日に控えてるんだろ。そうだ島風、私たちは出ずっぱりなのだから休むぞ。はい、あのユニオンの皆さん、お誘いいただきありがとうございました。エンタープライズさんにもよろしくお伝えください。ええ、分かったわ。島風、バイバイ。飲み物、美味しかった。とってもですよ。今度は獣王のお茶もぜひ召し上がってください。それでは、失礼します。おや、君たちは。エンタープライズさん、こんばんは。夜分お疲れ様です。君たちこそ練習お疲れ様。寮に戻るところかな。ええ、ユニオンの皆様につい先ほどまでご馳走していただいていました。そうか、ご一緒できなくてすまなかったね。いえいえ、そんな。ユニオン、素敵なものばかりだぞ。明日はぜひ鉄血とも交流を深めてくれ。応援しているよ。はい、ありがとうございます。おやすみなさい。良くも悪くもセイレーンと何度も対峙をしたようには見えないな。演習の時ともまた違う人物に見える。君たちのような若者になるべく余計な苦労をさせたくないのだろうな、赤木。さて、駿河、無事部屋に着きましたね。うん、疲れていたのですね。すぐに気づけなくて申し訳ないです。あれ、どうかした？何か外が少し騒がしいですね。私には何も聞こえないけど。島風のこの耳よく聞こえるんですよ。ちょっと様子を見てきます。話したいことがあったんだけど。いいわ、また明日ね。はい、おやすみなさい。物音がしたのはこっちからだけど。お、ロイヤルの皆さんだ。血相を変えてどうされたんでしょう。あら、島風ちゃん、あなたってもしかしてセイレーンにすっごく縁があったりしますか？え、どうでしょう、何かあったのですか？はい、実は会場で警備に当たっている姉たちから緊急連絡がございました。表面海域の発生を今しがた確認したと。表面海域？セイレーンが突然出現するときにね、事前に辺りの海や気候がいびつに変化することがあります。大嵐や険しい霧の発生、そして変色する海、そういった異常気象が起こってしまった海域を指す言葉が表面海域ですよ。そろそろ一般的な情報としてみんなにも伝わるんじゃないでしょうか。覚えておいて損はないと思いますわ。つまりセイレーンの誰かがまたここに来ているということでございますか？ご明察でございます、島風。12時の崩壊に大きなジャミング反応です。しかしこれはあまりにあからさまですね。こんな状況下でわざわざジャミングをするのは多分おとりでしょうね。でも無視もできませんわ。ベルファスト、ジャミングのある方はお願いできます？こちらは私に任せて。イラストリアス様、よろしいのですか？あなたは一人しかいないのですから、ここは二手に分かれましょう。結局どちらが本命なのかは分かりませんし、両方にいるかもしれませんしね。しかし、あの、僭越ながらこの島風、イラストリアさんのお供をさせていただけないでしょうか？まあ、
あの赤城様も認める島風ちゃんが。素敵な申し出感謝です。とっても心強いですわ。どう？ベルファスト。やっぱり心配ですか？いえ、滅相もございません。島風様、ご助力、痛み入ります。それでは、どうかご分を。万一のことがございましたら、すぐに駆けつけますので。ええ、合図を決めておきましょう。はい、かしこまりました。じゃあ島風ちゃん、少しこの辺りを散歩してみましょうか。ええ、緊張感のある夜のお散歩ですね。うん、さっきまではこの近くでも反応がありました。きっとすぐそこよ。あの人影はセイレーン？そのようですね。止まりなさい。おっと、見つかっちゃったか。おとりに引っかからない頭のいいのがいたようだね。島風ちゃん、私の後ろに。で、あれ？ちょ、あなた、ユリさんじゃないですか。おや、島風もいたのか。え、知り合い？そうですね、ユリさんの機械を壊したのが私で。っていうかあなたセイレーンだったんですか？ああ、ようやく分かってもらえた。お姉さん嬉しくて泣きそうだよ。再会を祝して握手でもしない？ほーら。あ、はい。待って待って、島風ちゃん、セイレーンは警戒すべき相手ですよ。そうか、これうかつに手を差し出したら握手と見せかけてギューって思いっきり手を握りしめられて、いてててててってやられちゃうやつですね。その程度で済ませてくれればいいけど。あらら、偽装も持たない私のことが怖いのかな。なによならば、ピリさん、握手しますよ。ほら、ただしお先にそちらが片手を差し出してください。島風はそれを両手で包み込むように握手します。あー、ほら、思った通りだ。手を出してこない。そっちだって島風のことが信用できないんだ。ついでに、自分がやられたら嫌なことは人にもしちゃいけませんからね。今の流れでわざわざ手を出すやつはいないだろう。ええ、二人ともご挨拶はそろそろ終わりです。ここで何をしていたのか。ピュリさん、詳しく答えてください。別に何か仕掛けてたわけじゃないよ。そもそも協力者のことがあるから言えないな。おっと、口が滑った。協力者？悪いけどさ、私は今謹慎中なのよ。そろそろ戻らないとすっごくどやされちゃうわけね。おまけにさ、さっきから足につけた偽装を使って密かにサインを出してるな。気づかれちゃいましたか。私は負ける戦いはしないし、今は戦いに来たわけでもない。この前のは脳幹だぞ、島風。またね。お、待ってください。怖い口調だった。逃げられちゃいましたね。あれ、イラストリアスさん、どうしたんですか？そこの木の陰にどなたかいるみたいだけど、出てきても大丈夫ですわ。もうセイレーンはいなくなっていますよ。ビスマルクさん？いえ、ごめんなさい。火星がいるかと思って様子を見ていたのだけど、出るきっかけも必要性もなさそうで、なんとも拍子抜けだ。おかげさまで。どうしてこちらに？暑かったから夜風に当たりたくて。そこでまさか
こんな騒ぎに出くわすとは。お互い早く休みたいところね。皆様ご無事ですか？助けに来ました。わあ、ビスマルクさんもいる。お怪我はございませんか？ええ、勇敢なお二人のおかげで私は隠れているだけの損な役回りだったわ。いえいえ。さて、明日の演習は鉄血の晴れ舞台なのでね、いろいろと準備があるので今宵はおいとまさせていただきたい。構わないわね？はい、構いません。この時の島風はどうしてイラストリアスさんが少し険しい顔をしていたのか分かりませんでした。島風はピュリさんと初めて出会った時のことを話しながら、金塊や島内で異常が発生していないかを皆さんと一緒に調べ回りました。どうやら本当にピュリさんは何も悪さをしなかったようです。彼女が現れた、それ以上のことは私たちには分からなかったんです。そして長い夜が明けました。どこから行きましょうかね。おっと、レアですよこれ。すごいです。これも回収しておきましょう。これも回収しておきましょう。島風は早いぞ。おっ、レアですよこれ。すごいです。島風は早いぞ。島風、今は時間があるの？よかったらここで私の話を聞いてくれない？うん、長い話でも聞くよ、駿河。あれ、呼び捨てにして怒らないんですか？私に今から話に付き合ってくれるなんて相手を怒ったりはしないわ。それに昨夜もいろいろあったんでしょ、このトラブルメーカーめ。あはははは、島風、昨晩は悪いことはしてないですけどね。ではでは、駿河の話聞きたいのでよろしくお願いします。私が目立つことを嫌がる理由、それをそろそろ言っておきたくてね。昔喧嘩別れした友達がいるせいなの。その人も感染なんですか？ええ、そう。でも今はどこにいるかすらもわからない。ずっと連絡を取ってない。引っ込み思案だった私をいつも気にかけてくれた私にとっては最初の友達だった。だったか。その子の夢は獣王の主力艦隊に所属することだった。彼女は駿河も一緒にねって誘ってくれた。嬉しかったの。だから私試験に向けてすごく頑張ったんだ。結果私はここにいる。肝心の友人はどうされたんですか？試験に落ちちゃった。皮肉でしょ。本当に受かりたかったのは彼女の方なのにね。あの子の夢は私の夢でもあって、私にとっては獣王の主力艦隊に所属しているだけで嬉しい。でも獣王で目立って世間に自分の存在をアピールすること自体がその友人へ悪さをしているようにも思えるとか。島風、察しがいいね。そうなんだよ。私は中途半端なことばかりしてる。本当に友達に未練があるなら主力艦隊入りの件を辞退すべきだったのに。でもここで頑張るのも彼女の夢の続きだとも思っていて。島風、
私、変なんだ。島風とも、いつか別れちゃうんじゃないかって。ユニオンやロイヤルの皆さんとも、あんなに仲良くしてもらってるから、余計に。スラが、ずっと、怖かったんだね。そういう風に思うのは、全部自然なことだよ。自然なもんか。私、最初なんか、あんたのこと邪険にさえしてたし、とってもひどいやつだよ。私、駿河のその友達のことは今知ったばかりで、本人は今どういう心境でいるのかとか、わからないけどさ、いろんな陣営があって、いろんな人がいて、知り合って、いい出会いだけじゃなくて、残念だけど、別れもあるんだよ。駿河は、その友人と、今目の前にいる島風ってやつ、どっちのことが大事？急に何を聞いてくるの？私もね、駿河の友達になれるのかどうか、慣れているのかどうか、最初のうちは結構不安だった。でも今は違う。先日の演習で駿河が私を頼ってくれて、私はすごく嬉しかったよ。あの時の嬉しい気持ちが私にとって一番正直な気持ちなんだ。私は駿河と一緒にいろんなことをやるのが楽しい。それは目立っちゃうことかもしれないけれども、私にはね、本当に嬉しいことだよ。駿河が今でもその友人のことが気にかかって仕方ないなら、いっそ艦隊を辞めて別の仕事をするのもいいと思うよ。それが駿河の決定なら応援だってする。でもね、もし私と一緒にこれからも練習や任務や、なんだろう、他のいろいろをしてくれるなら、私は駿河にとってずっと一番のパートナーでいるよ。なんだよ、島風のくせに、ほんと偉そうで。私、こういう調子のいい時が本性。駿河と似てるところと似てないとこ、半々くらいじゃない？パートナーをいつまで継続するか、それはおいおい考えるわ。ありがとう、島風。いいってことですよ。それじゃ、もう少しゆっくりしていきますか。拙者との訓練に付き合ってくれるか。え、光栄ですけど、なんだかいきなりですね。実はね、昨日もセイレーンの騒ぎがあったの。そこにまた島風が居合わせたという。何かセイレーンを引き寄せる才能を持っていないか。正直心配で仕方ない。そんなはずはないと思いますけど。なくしたい。おまけにもう一つある。島風にとって強者とはアタゴだそうじゃない。あ、オブザーバーさんの時のですか。どうやら拙者は島風のことを甘やかしすぎているのではないかと、そう思い始めた。すごい陶器が。島風にとっての良い師が誰であるか、はっきりさせようぞ。Look for something.
認するにゃ。ご機嫌うるわしゅ。ロイヤルネイビーの栄光フットでございますわ。装備を確認するにゃ。行こうかしら。これで決める。余も精進せねばならんな。実にいい指揮をするようになったな。現実の戦いがお前を急成長させたか。指揮官としては島風に負けるかもしれないな。そんな、恐縮であります。見直したぞ。これからもよろしく頼む。